ちょっと久しぶりになったスミの投稿です。前回と変わったのはこの温度計と湿度計をつけたことです。これからね、暑くなったりとか、寒暖差が結構あって、やっぱ今まではこういうのつけてなかったんですけど、つけると目で見て湿度や温度が分かるのですごくいいなと思いました。もしハムスターを飼っていて、またこういう温度計を使ってない人は使ってみるとめちゃめちゃいいと思います。ハムスターは寒さとか暑さにとっても弱いので、こうやって人間がちゃんと管理してあげるのは大切かなと思います。はい、サミちゃんおはよう。今日は前回作った奥にある砂場なんですけど、スミが全く遊んでないので、ちょっと違う入れ物にしてあげたいと思います。お家帰っちゃったね。はい、これココナッツのね、からちょっと前にあげた動画で、このココナッツをキッペイと一緒に必死に身と殻を剥がしたりしていたので、その動画も結構キッペイが面白くて可愛いので、よかったら見てください。あと前回の飼育状況から変わったことは、こちらはダイソーのプラスチックケースなんですけど、ここにこの間体重を測って、1日分の炭のご飯の量が分かったので、小分けして、1日の量を朝晩に分けて打ち分けています。でこのケースがまた空っぽになったら体重測定をして、その時に合う炭のご飯の量を決めてあげていきます。うちはこれプラスね、お庭でお父さんがお野菜作ってるので、無農薬のレタスとかをあげてます。はい、じゃあ砂場の方やっていきましょうか。今回使うのはこのセリアに売ってるプラスチックケースを砂場にしていきたいと思います。砂場はね、本当に全然使ってくれてなくて、ちょっとね、足跡がついてるかなっていう感じで、上には乗ってるみたいなんですけど、穴掘ったりとかそういうことは全くしてないです。うんちもおしっこも全然してないです。なんか砂があればおしっこしちゃうと思ったんですけど、そうじゃないみたいですね。はい、じゃあこの砂全然使ってなくてもったいないので、これを使っていけばいいかな。うちで使っているのは、前も紹介したけどカインズで売っている小動物のアビ砂、サラサラのやつを使ってます。砂場作りはめちゃめちゃ簡単でね、ここに砂を入れるだけ。わー、こぼれました。簡単じゃなかったです。ちょっとなんか工夫します。じゃじゃん。A4 のコピー用紙で筒を作ってきました。これがあればこぼれない。おー、いい感じです。多分この金魚鉢は、紹介してくれてた YouTuber さんの飼ってるハムスターは、ジャンガリーみたいなちょっとちっちゃい小型のハムスターだったので、ちょっとうちの隅にはサイズが合ってなかったのかなって思います。これだったら入って結構空間もあるんで、隅もいけるかなと思います。まあ砂の量はね、ちょっと掘れたらいいかなって思うんで、とりあえずこれぐらいにしたいと思います。と観察しやすいようにこの角っこに置きたいと思います。ここだと横からもいろいろ見えるので、スミの遊んでる様子が今度こそ観察できると思います。なんかこの殻も結構気に入ってるみたいで、入って遊んでたんでちょっと邪魔にならん感じで。あ、出てきた、スミちゃん出てきた。スミ、砂場新しいの作ったよ。こっちが気になるで、ここ閉めようか。はいはい、ごめんよ。これ見て、新しいよ。匂い匂い、見て見て、これこれ。なんだろう。お、入るか。お、入った。お、どう、スミちゃん狭いか。ちょっと天井が狭そうかな。
すみちゃん、砂場は雨やった。狭かった。一応入るには入るけど、ちょっと天井が狭いかな。まあちょっと様子を見ていきたいと思います。まだ置いたばっかなんで、匂いも馴染んでないし。ね。うん。新しい砂場を設置してから少しずつ砂場にいる姿を見るようになったんですけど、1週間くらいしてからこの遊び用の砂場でおしっこを 2,3 回してて、まあその度に綺麗に掃除はしてるんですけど、これから暑くなるし、砂の方がもしかしたら涼しかったりするかもしれないので、少し様子を見ながらこのまま砂場を置いておきたいと思います。今日も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画も楽しみにしていてください。よろしくお願いします。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。